活動弁士は、活動写真すなわち、無声映画を上映中に、傍らでその内容を解説する専任の解説者。活動写真を弁ずるところから活動写真弁士と呼ばれ、略して活弁あるいは単に弁士とも呼ばれるが、無声映画期の活動弁士たちは、活弁と呼ばれることをひどく嫌った。関東圏では映画説明者、関西圏では映画解説者とも名乗っていた。 長谷川俊之、二人の活弁の男、油彩活動弁士は今日で言うところのナレーターの前身に挙げられる。日本で映画が初めて公開されたのは1896年11月25日の神戸振興クラブにおいてであった。輸入品のキネトスコープは日本人にとっては全く未知の装置であり。 また、フィルムの差しも短いものであったため、映画を工業として成り立たせるためには、機械の説明をして、場を保たせる説明者が必要だった。この要求に応じる形で工場を述べ、弁舌を振るったのが、活動弁士の元祖、上田保定権なる人物である。その後約三ヶ月の間に、複数の経路から映画が輸入されるのであるが、どの工業にも説明者がついていたことから、日本が、 活動弁士という得意な工業を、芸能形態を確立した必然性を見て取ることができる。以下に挙げるのは日本における映画の初公開の詳細である。サイレント映画に挿入されるテキストショットの例。d w グリフィスの国民の創生より初期の映画はフィルムに音をつける技術がなかったため、欧米では映画の中に挿入されるセリフや、 背景解説のショットと生番奏の音楽によって上映されていた。日本では言語や文化背景の相違も影響し、上映する際には口頭で説明することが求められた。日本は和芸の文化が多彩であり、特に人形浄瑠璃における太夫と三味線、歌舞伎における出語り、覗きからくり、写し絵、西木家芸の解説者といったナレーション文化がすでに定着していたために、 説明を担う和芸者が舞台に登場することは自然な流れであったと考えられる。そのため、日本においては映画作品の内容に合わせて台本を書き、上映中に進行に合わせてそれを講演する特殊な職業と文化が出現した。戦前には娯楽が少ない中で映画がその中心を占め、活動弁士もその状況に応じて活躍するようになり、西村楽天、 徳川無生、大倉三つ生駒雷優、国石港、静田錦木派、谷天郎、山野一郎、牧野周一、五あずま泉四郎、里見義郎、松田俊水、大辻四郎のような人気弁士も現れるようになった。弁士に対して歌舞伎のような雷賛の掛け声がかかることがあった。弁士は舞台上で斜めに構え、奥のスクリーンと、 観客席を交互に見ながら語った。このため当時の映画館には必ず舞台があった。しかし映画の技術が発達して音声が入るトーキーが普及するようになって、以後は活動弁士は不要となってしまう。このため大半の活動弁士が廃業に追い込まれ、その多くが漫談や講談師、紙芝居、司会者、ラジオ朗読者などに転身した。活動弁士には 映画の解説を行う際に話術が高く要求されるため、その優れた話術や構成力がそのままタレントなどとなっても活かせたのである。中には、大倉三次のように映画会社の経営者に転身した者もいる。一方で、須田貞明のように転身を図ることもできず、ストライキによる待遇改善の要求に失敗、精神的な挫折により自ら命を絶った者もいた。 1932年4月、東京浅草小畜系映画館で、陶器以下による生活不安と、活弁、学士の解雇反対ストライキがあった。現在でもサイレント映画を上映する映画館は少なからず存在し、その上映のために活動弁士も少なからず存在している。現在の活動弁士として、沢登緑とその弟子の桜井あさみ、斉藤優子。 片岡一郎、麻生八太とその娘の麻生子八太、その他に、佐々木明子、映画監督と活動弁士を兼業している、山田公也、古典作品を及び自作アニメに活弁をつける、坂本頼光などが東京を中心に活動している。また、大阪では、井上洋一、大森久美子などが活動している。しかし、活動弁士を制御として、それのみで生活できるのは現在では、 沢登みどり緑など、ごくわずかであり、大半の活動弁士は、山崎バニラや大森久美子のように声優や、ラジオパーソナリティとしてのメディア出演や、山田耕也のように映画監督など、副業を持っている場合が多い。ありがとうございます。